そうですね。で、こちら側が、あの、消防車のホース。ホースをつける、というのを。で、この奥にあるのが、消防車の方の、こちらが、冷却装置。難剤になってくるんで、うん。切磋琢磨が立てたりとか、はい、あの、チップの消耗が激しい。こちらは大体そんなに傷むことなく、まあ、2、300度で加工できるんで、はい、まあ、楽な材質ですね。でも返しに強いというのが、ね、強みです、はい、組み立てるものであったり、あと、まあ、その組み立てのみの、仕事というのも請け負ったりはしてますので、まあ、どんな、まあ、その、まあ、鋳物の材質でも、対応はさせていただきます。鋳物流れを変えてみて、あと、まあ、お尻ですね、お尻を立てたりとか、そういうようなことをしながら、まあ、データを取り寄せたりして、一番安定したところでも取っている形ですね。で、やっぱり ISO と言いますと、どうしてもそのエンドユーザーさんが大手なので、その ISO の取得しているかしてないかというのがよく言われてたん で、ちょうど息子が入ってきたので、あ、これならちょっと ISO 取れるかなということで、1年間勉強しまして。それで400取得したというのです。環境なんですけど、鋳物屋で環境を取っているところはまずないんじゃないかな。だから工場内を全部掃除して、